ラインネッカー広域連合、または、ラインネッカー大都市圏あるいは、ラインネッカー三角は、バーデンビュルテンベルク州、ラインラントプファルツ州、ヘッセン州の三州にまたがる、人口密集地域であると同時に、計画地域である。人口240万人のドイツで7番目に、大きな経済圏であり、2005年4月28日から、ヨーロッパ大都市圏の一つに数えられる、 高知ドイツ語の内上部ドイツ語に属する南、フランケン語を言語にする、フランケン人が定住するシュパイアー、ハイベルベルクや、中部ドイツ語の内ラインフランケン語に属する、ラインフランケン語系プファルツ語に属するクーアプファルツ語を、言語にするマウンハイム、ボルムス、ルートビヒスハーフェンアムライン、ベルクシュトラーセグンなどに分類される。この名称は、この地域を流れる二つの川、 ライン側とネッカー側に由来する。ネッカー川は、マンハイム近郊でライン側に合流する。ライン地交代及びその周辺地区への入植と、河川交通は、何、世紀にも及び、文化的、社会的、経済的な構造強化に貢献している。ラインネッカー交易連合には、大都市であるマンハイム、ルートビヒスハーフェアムライン、ハイデルベルクとその周辺地域が含まれる。 2006年に1月1日からは、ネッカーオーデンバルト軍や、南プファルツ地方がこれに加わった。この地域は主に、歴史上のプファルツ選定工業の中心部にあたる。このため、現在は3つの州に分割されているものの、親密な社会文化的関係が保たれている。今後、カールスルーへ及びラインカワナカ、上流域との連携が、 バーデンビュールテンベルク側から要望されている。ラインネッカー広域連合は、以下の軍及び、軍独立市からなる。ヨーロッパ大都市帯の、フランクフルトラインマイン広域連合とシュトゥットガルトの中間に位置し、全方面への交通の便が良いという地理条件は、大変に魅力的な環境である。このため、この産業集中地域には、いくつかの大規模な工業、及び、 サービス業の企業が拠点を構えている。例えば、ルートビヒスハーフェンアムラインのバスフ、マンハイムのダイムラー、ジョンディア、アッセアブラウンボベリ、ハイデルベルクのハイドルバーガードルックマシーン,ネンハイドルバーグセメント、バルドルフの SAP、エッペルハイムのルドルフワイルド GMBH&COKG、ビースロッホの MLPAG、バインハイムのフロイデンベルク企業複合体などがある。 この地域の失業率は2007年10月現在5.7%である。これらは翻訳元であるドイツ語版の参考文献であり、日本語版作成に際して直接参照してはおりません。ありがとうございます。